今後僕は使っていくんじゃないですか今後。ああそれで言うとだから僕はあのこちらの、これですよね。おお。ちょっと映ってますけど。フェスティバル。立花裕介主演。短編ショートムービー映画祭フェスティバル。おお。ファスティバル。ファスティバル。えそれ今何て言いました？え？ファーストタイム？ファスティバル。No。立花裕介主演短編ショートムービー。短編は別に普通でいいんでしょ。主演短編ショートムービー映画祭ファースブルーのそのどうや今やってますけど、これあの英語バージョン作ろうと思ってまして。ちょっと話が早すぎます。まず。この立花裕介主演短編ショートムービー映画祭フェスティバルというのは、はいはい、これなんじゃいほいと。なんじゃらほいと。YouTube ご覧になって、僕の YouTube ご覧になってる方はもう皆さんもご存知なんですけど、おいおい、まあ私と勝山周平くんっていうスーパーマジックのね、はいはい、座長の勝山周平くん、先生マジック、先生、水星マジックのマジックのあの、の何マジックのあの、勝山くん K かな、まあいいか勝山くんと2人でそのまあ本番ね、舞台の本番があるごとに、はい、その合間合間でそのしょうもないムービー短編ムービーを撮ってて、それがいっぱいになったからちょっと DVD にしようよっていう話でね、はいはい、それでやった。でこれが作品としてね、でまあこれこの間も上映会しましてね、はいはいはい、総勢5名のお客さん、おお集まりましたね。そのうち投資権が1人で売れた DVD が2枚、うおー目標達成ですか？はい、わかんない、目標はもっと高い会場は大爆笑それだけは確実、本当に大爆笑、腹痛いっていうぐらい久しぶりに泣くまで笑った、話をいただいた。あ、そうですか、主演短編シャワーモーベ映画祭ファーストまあそこまでは分かりましたそれをそれをですよ、そのまあ DVD を、うん、いや DVD というかもう YouTube にも上がってるんですよ。ほうほう、作品がね、それをそれをちょっと英語に英語にしようと思って英語にしようと思って、イングリッシュ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 にしようと思ってまして、どこ向け、いや、だからもう世界ですよ5カ国語ぐらいにしようかっつって5カ国語、うん、あ、それ、字幕を入れるってことですか？あのね、お見てないでしょ、あなたこれ、はい、知らないでしょ、はい、見てない、あのね、セリフないんですよ。おお、音楽と、ほうほうほう、あとたまに文字が出てくるだけなんです。ああ、なるほどなるほど、だから文字を英語にしたりとかすればそれで成立するんですよ。なるほど、ノンバーバルってやつですね。そうなんです。見ます、あ、見ます、今じゃあ一作品ぐらい YouTube 上がってますから。あ、そうですか、見てないんですねあなたは、本当にで、前編のじゃないでしょ、まあだから9作品あるうちの7作品まあ7作品上がってますけど、あ、9分の7 YouTube にはね上がってます。お、出しましたね。じゃねあなたが好きそうなやつどっちかな、まあ短めであなたが好きそうなやつ、じゃあこれ見てください。お、視聴47回そうだ、ね、え、これなんか音響いいですね。もうだって笑ってるやん、むっちゃ。え？なんで戦い出したら
れた濡れた濡れた。本当にショートムービー、こんなんが7本こんなんが、こんなんが9本ある、こんなんが、こんなんが9本あーなるほど、いろんな方協力してくださってるじゃないですか。そうそう、その時の出演者共演者がみんな、あーなるほどね、あるんです。あーでもちょっと魅力はわかりますでしょ。こういうの好きです。好きでしょ。こういうの好きです。こんなんずっと9本見せられるんですよ上映会でずっとでもバーバーサーッ最初わかんないんですよ。最初のね作品結構難しくて、第一作僕らの処女作は、あ処女作、ね、結構難しくて、はい、ちょっとルールがわからないんですけど、ちょっとずつこう見ていくうちにルールが見やすくなって、いやルールがわかって、こういうことかって、なるほど。あれなんて読むんですか。何、流行る男、流行る男か、うん、流行ってんの。あなるほ なるほど。それをこれをだから英語と英語でしょ、まずで中国語、あーマーケットが ね、マーケット広いところですね。ああそうですね、うん、広いですよ。お隣韓国、ほうほうほう、うん、でインドも行けんのかな、どうなんやろインドも人口多いですからね。そう人口多いからね。で映画文化はしっかりしますから、フランス、あこの5カ国攻めよう、いいじゃないですか、いう話をちょっと今してまして、はいはいはい、なんか知り合いにのね、タダで翻訳してくれる人探そうかな今で言うと翻訳するところはタイトル？でもそうです。うん。のみです。あ、なるほど。うん、でも分かんないでしょ、だって流行る男って。はい。だから向こうの人に伝わる英語で。ああ確かに。あのやらないと分かんないから。この流行の流行るじゃないよっていうのね。とかなんかユウスケたしちばなずやんか、はい。それは分かんないけど。はいはい。流行る男がなんとかイングメンでいいのか、はい、メンなんとかなのかみたいな、あどっちがおしゃれかなんか、そう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 、そういうこと、そういうのも踏まえてちょっともう分かる人にちょっとやるこれはもうこっちは頼んだんです。英語はねもうね、はい、ほんまにねあの通訳できる人に頼みました。なるほどなるほどあグローバルですね。そうです、言葉ないから伝わる。なるほどね、こういうの好きな外人さんおるんちゃうかな。いやそれがもうこれでパーンいったらね、1個パーンいったらもう多少ね、そうあれでもパーンいきますからね。もうだからピコ太郎の二の舞を狙ってますから、ね、ああなるほどね。二の舞って悪い時に使う言葉じゃないんですけどまあまあ二番センチね、あ一緒かやりたいなと。あそうですか。あいやいやいいじゃん、いいでしょ、うん、後で見ます。じゃ見てくださいよ。ああ見ます見ます。だから本当は9作品あるから、はい、9作品見ようと思ったら全部その YouTube にアップするのか、はい、どうなのかってとこなんですけどね、うん、9作品全部アップしちゃったら DVD が売れなくなるんじゃないですか。 DVD にはだって映像特典がいっぱいですよ。あもうそれ以上の、うん、メイキングとかメイキングもありますし、 あと僕の、歌も入ってますし。なんで僕の歌も入って、あそうですか、あのエンドロールを作りたいねって言って、エンドロール用の歌を作ったんですか。いやあの人の歌ですエンドロール用の歌をアカペラで歌ってます。あーなるほどなるほど。アカペラで歌ってそれになんかドラムとかつけてエンドロール用にしたり、へーしたり、あと副音声も入ってますから DVD の。あこれやった時の、ええ、もう1分半で終わるの、ね、もう終わったってで先の鈴木やねんけどつって続けたり出すっていう。ああいいですね、うん、でもね副音声も入ってます。ああ楽しいですね。いや楽しいでしょ、うん、4800円です。いかが4800円。4800円、まあだってどうせ誰も買わないんだもん。いや2人の方が買ってるじゃないですか。そうだからそういう2人買ってくれる人はいるけど、はい、どうせ2000円でも買わねえだろっていう。ああなるほどね。2000円でも買わないし、はい、4800円でも買わないんだったら買う人に4800円払ってもらった方がいいじゃないなか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 前衛的なお話ですね何の顔ですかなるほどね、感じで。そうですか、進めておいて。いやなんかいいですね、なんか
いいでしょ、どん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 先に行きますね、先行くでしょ、はい、これでね、だから全部売れたらね、はい、ね、売り上げが多分15万ぐらいになる、おー、今作ったやつで、まあお礼にみんなちょっと配り歩いてるのもとかもあるし、はいはい、まあいろいろあって、まあそれこそ増産もできますけど、とりあえず1万、今作った50枚作ったんで、うーん、まあ、15、それ全部売れて50枚作ってちょっとお礼で配る分引いて全部入れたら15万ぐらいになるし、おー、で15万ぐらいになったら旅行行こうっつって、おお、でまた撮るか、そう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 、いいですね、旅行行こうっつって、みんな何か呼んで旅行行って、いやでそこ現地で撮って、さびれた遊園地とかね、あ、誰も来おへんようなそのシャッター商店街とか行ってね、はいはい、撮影して、おお、でまた、いやでもいいですね、売れたらいいよね、でまた旅行行って、また旅行行って、あ、そうです、今回はあの浜辺は沖縄ですか、沖縄です、あ、めっちゃ綺麗だなと思って、1月の沖縄です、寒っ寒っ、意外と行けましたけどね、あ、そうですか、いや本番やったらもう突っ込もうと思ったんですよ、はあはあはあ、入ろうと思ったんですけど、あれ台本とかないんですか、あれ台本ない、その時の空気感、現場でもう言われた通りするだけ、それもそういうその演出してる勝山くんも、はい、あの DVD の中に入ってますから、あ、なるほど、うん、おでそれ入って、それでだからでもシャワーがなくてね、え、あのあと、うん、寒っ、だからもうやめようと思って水に飛び込むのはやめようと思ってシャワーがなくて、そのままその日の中に飛行機乗らなかったから、あ、帰らない絶対や、もう、え、でもあのお隣の方濡れてませんでした、ちょっと濡れてたごめんねっつって、でも濡れていい格好で行こうねっつって、あ、一応ね、うん、なるほど、そんな感じでやってますよ、すこっちは、そうなんですか、ああ、そういう、じゃあそのついでに出演舞台の宣伝もしようか、これ渡しましたね、おばきばです、ポンポン